森河口、吉高の墓森家行元気2年5月12日は、戦国時代の武将、幼名、小太郎、越後守る、森家衆の息子、森成久ひの兄、森義成、森家世の父、明王3年、森家衆の子として生まれる、永正9年に、祖父、森家房が、大宮赤田城攻めで戦死、協力元年には父、家衆が、 大見おたりで戦死したため家徳を継いで、ときに仕えた。ときよりたけ、ときよりのり兄弟の内向において、家業がどちらを指示していたか定かではないが、斉藤道造との仲は、さほど良好ではなかったと見え、道造がよりのりを追放した後には密かに、織田信秀のもとにたびたびおもむきよしみを通じるなどの行動を取り始めるようになり、天文23年までには、 息子のかなりと共にの秀妃での息子、織田信長へと転じることになる。織田家に倉替えした頃には、すでにかなりの高齢であり、かなりの名は文献に多く登場する一方で家業の、同婚はほとんどわからずすでに家督をかなりに譲って隠居していたとみられる。元気2年5月12日に、金山城で死亡。去年78、去年80とする資料もある。法名は前。 越州大衆五条章通る前城門、墓所は岐阜県かに金山のかなり寺。ありがとうございます。